ゴールキーパーがセランテス。ディフェンスラインは左から市原、二見、照山、富田と入ります。ボランチには三角とパクスピン、そして右に今日は山田が入ります。左は新井です。そして今日注目は2トップ、ビニシウスとドゥルーです。ゴールキーパーが田口、ディフェンスラインは上原、牟田、森、福村と入ります。ボランチには森田と鍵山、今日は右に瞳、そして左竹澤、トップ下に富所、そして今日この野田がこちらも先発メンバーでは初めての出場となります。しかしボールを一度収めます。さあ、ここに野田がいます。野田前を向いてかわしていって、右足を抜いていった、サイドネットでした。野田まず一本シュートを打っていきました。わずかに左に外れてサイドネットと。富田左から、今日は先発メンバー、そして三角、倒されたが新井が中にカットインしてシュートを狙ってくる。ゴールキーパー弾いてってね、キーパー田口のこぼしたその弾いた球、見事に決め切りました。さあ、ご覧いただきましょう。まず起点この富田でした。中に三角、さらにはこのボール粘って新井がつないで中にカットイン、シュートを放っていきました。これを田口が弾いたところ、ドゥルー、さすがストライカーという、とにかくやはりここにボールが来ますと決めてやるんだという、このドゥルー、今日3試合目で初先発、そして今治、この J3 で初ゴール、1点先制したのは今治です。さあ、野田胸でトラップして後ろから2人に囲まれるが、バックスピン、そしてビニシウス、さあビニシウス、そしてドゥルー、左足中に入れる、詰めてきたビニシウス。まずはこのビニシウスがドゥドゥへ、ドゥドゥがビニシウス。あー、ここでおなじみのこの姿ですね。そしてユニフォーム、鍵山に代わりまして金崎ムーがこの後半から入ってきます。左から右に攻めるのがリードしている今治。さあ、裏へのボール、そしてボールが転がっていって、野田、野田の同点ゴール。いや、これはまだ立ち上がり、スタジアムの全員がまだ、さあ始まったというところで、これからというところでした。この1本の長いボール、ちょっとこのディフェンスに当たって野田、これを逃しませんでした。さあ、この後半立ち上がり早々、まあ同点に追いついたその琉球の勢い。左から今度は竹澤が持って上がろうというところ、金崎にワンツー、さあ金崎中に入れて、そしてシュート決まった、決めたのは瞳。左からワンツーをもらって金崎美優中に入れてきましたが、これを逆サイドから入ってきた、左サイドからもう一度中、バックスピン、さあ自ら持って上がって開いていきます。左から中にはビニシウスもいますが、ここに対して上原蓋をします。さあ、ここで狙ってきます、ゴールキーパー弾いてクリアしていく。後ろから打っていきました、積極的に打っていった、この新井、ビニシウス前を向こうというところ、さあ前に新井、ワンタッチでシュートを放ってくる、どうだ、決めた、決めていた
ラッグが上がっています。ミカドが詰めて決めたかに思われたんですが、オフサイドフラッグが上がっています。さあ今度は左からのコーナーキックになります。非常にこの後半はコーナーも多くなっている今治、中へ入っていってエリックシュート、最後狙っていたのは富田。ジェット前を見る、ここにミカド、ミカドが中に運んでいって新井、さらに安藤、安藤の中に切り込んでいって、さあ近藤、近藤がさらに、そして後ろから2人上がってきます。これどうする、中に入れることができるか。ちょっとボールがシュートを狙ってきた、決まった。さあ見てみましょう。ボールもちょっとこぼれて、直接狙っていった安藤の左足、富田からのボール、カバーに入ってちょっとリフレクションというような形、いやーこれをきっちり決めました、2点目。しかしここで長い笛が吹かれまして、後半が終了。最後のワンプレーというところで追いついたホームの今治、2対2。